私たは、日本の財務官僚。第48代国税庁長官。福島県平市生まれである。平市立平第一小学校、岩木市立平第一中学校で学ぶ。同平第一中学校3年の時、父を亡くした。その後、東京都内の中学校に転校した。1973年、日比谷、三田。 九段高校の都立高校学校群第11、軍を受験。九段高校に進学した際には、三人の兄が学費を負担してくれた。同校卒業後、東京大学文科二類に入学。専門課程では、経済学部に進学し、農業経済学を専攻する。1982年、東京大学経済学部卒業、大倉賞入賞。 入賞同期に、片山さつき、福田純一、佐古田秀則、田中治、遠藤敏秀、大倉省接待汚職事件に関わった、坂木原隆や佐藤誠一郎ら。このうち、福田と佐川が将来の有力な時間候補とみなされていた。1984年、大阪国税局調査部、1987年、名古屋国税局鉱山税務所長、 1998年7月、近畿財務局理財部長、2001年、塩川財務大臣秘書官、2004年、財務省主計局主計官、2008年、主税局総務課長、2010年、財務省大臣官房審議官、2011年7月1日、内閣官房内閣官房副長官補付内閣、審議官、東日本大震災復興対策本部事務局次長、 2012年2月10日、復興庁統括官付審議官を経て、2013年6月28日、大阪国税局長となる。そして2014年7月、国税庁次長。2015年7月7日には、関税局長。2016年6月17日、理財局長となると、2017年7月5日、国税庁長官の座に就いた。 しかし2018年3月9日、森友学園への国有地売却の決裁文書の改ざんを指示した問題に対する処分として、麻生太郎財務大臣により懲戒処分、同日、異ん退官することとなった。2018年6月4日に、停職3ヶ月懲戒処分相当、出身地いわき市のいわき応援大使を務めている。 佐川線久しらに対する刑事告発について、2018年5月に、大阪地方検察庁特別捜査部は、佐川線久しらを不起訴とした。これに対し、大阪第一検察審査会が2019年3月15日、不起訴不当と議決したが、2019年8月9日に、大阪地方検察庁特別捜査部は、不起訴とした。ありがとうございます。